前回猫カズは MRS を手に入れたのだ。今日もこの車に乗ってドライブしていくのだ。さあさあというとこんにちはこんにちはというところで今私はこちら MRS を運転しております。納車したての MRS、 カーブログもねちょっとたまには上げていきたいなと思うんですけど、この MRS ね納車してめちゃくちゃ乗ってね気がついたこと、これライトウェイトスポーツってやっぱり最高だなってバイクでも車でも言えるんだってことが分かりました。この MRS は実際ロードスターよりも車重が軽く1トンを切っているんですね。見ての通りこの2シーターなんで、ね、元々が車重も軽い車にはなってるんやけど、この軽さこの機動力これはねどんな車にも負けないんじゃないかなってぐらいの実力がありますね。でいてパワーもねあの馬力140馬力くらい純正で出てるんで、おー先代モデルである MR2 もいるじゃないですか。オーマイガー very nice。 いやーこの納車した MRS ねもう最高なんですけど、一個だけねやっぱり難点があるというか、難点はねまあ荷物が乗らんわけオートバイ乗りの私からするとねこれオートバイと変わらんのよね後ろのカゴところだけで、あの一応ねカタログスペックではねルーバックも入りますみたいな風に言ってるんですけど、この車でコストコ行ってみ何も買えへんあの今日はちょっと MRS でドライブと行きましょう。オートバイと違って車の最高のところね、雨にも濡れんし風にも負けんね、雪にも暑の夏さんにも負けず丈夫な体を持ち欲はなく、あとこの MRS のやっぱりいいところはこの見てください6速マニュアル、わーこれが楽しいやっぱね車を運転するにあたってもねマニュアルの車ってやっぱおもろいっちゃんね。ギアをこう変えてカンフー映画のように変えれるっていうね僕ねほんとねバイクの運転ばっかりしてて、ね、車の運転マジで下手くそだったんで、だけどこの MRS のおかげでねすごいマニュアルも当然うまくクラッチワークとかもすごい上手くなりましたし、すごく車の運転がね快適気持ちよくドライブができるようになったんですよね。これはなんだか MRS と一緒に成長できていってるようなそんな感じですね。あとあんまりこの MRS のことねちょっと言うとねあれかもしれない、ちょっと良くないかもしれないけど、オープンカーがまあいいわけ例えば夜のドライブとかするじゃないですか、もうワンタッチなんね、ここ押してからこうやってやってもう片方もやったらオープンできるわけやけど、最高なわけよ。夜とかもうね星空とか見上げたらねもう最高やし、あれ撮る人がねもう楽しいわけ。いやーこの MRS はね骨吉くんから買い取らせていただいてからね、これからも大事に乗っていきたいと思いますよさあ今日のドライブはどこまで行こうかな、ちょっと楽しみですね。巡っていってみましょう、レッツゴー。チピチピチャパチャパドゥイドゥイラバラバマジコミドゥイドゥイブン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 。いや本当にトヨタの車は運転の楽しさを教えてくれるそんな車になってましたね。そしてこの MRS はね一応ミッドシップ MR って名前の通りミッドシップエンジンで、フロントにエンジンはありません。リアにエンジンがあるような感じになっていて、なんでねすごいフロントがクイックなんですよね。ハンドリングが超軽やかで、もうどっからでもコーナリングが曲がれるっていう。ただね一応怖いのがこれめちゃくちゃスピンしやすいらしくて、まあ、例えば今日みたいにちょっと路面が濡れとる日とかはもうアクセルブーンって一足とかで踏んだらブーンとか言ってねタイヤが空転してからで、ハンドルもしその時に切っとったら多分クルーンって回っちゃいますの。あさあ暗い、こんなライトウェイトスポーツカーでオープンカーでミッドシップなトヨタの車がね未だに安く買えるのはやばい。燃費もめっちゃいいとよ、で行ってかっこいいやん見た目も、でオープンよ、マジ神だろ。わわ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 わ、 S2000 デュードバーリーナイス。あーこの MRS はね僕に車の運転は何たるかというのをね教えてくれた最高の車でございましたね。4気筒のサウンドがたまらないですね。でいてこのね MRS なんかクロートブレるのもいいよねさあ MRS でなかなか下町なところにやってまいりましたね。ちょっと今日向かうところはね車屋さんなんですよねなんで車屋さんに行くかというと今日は納車日なんですよねえ MRS 猫カズ納車したばっかりで今ちょうど MRS 褒めちぎっとったけどみたいな皆さん思われてると思うんですけど、あの早速着きました、こちらですあら、ちょっとここにはハイエースなどがたくさんありますが
サイドブレーキを引いてエンジンを止めましょう。私のこの MRS はね、納車していろいろあれ言ってたんですけど、今日でお別れの日になります。ということで早速店内に入っていってみましょう。さあというところで私ですね、こちらグラビスオートファクトリーさんやってまいりまして、私の MRS こちらにありますよね。今日はね、あのさっきまで MRS のめっちゃいいとこ喋りよったんですけど、車の納車日でございます。私が納車する車はまさにここにあります、こちらです。どう、なんとハイエースの新車になりました。こちらハイエースのガチの新車です。こちらのグラビスオートさんでですね、このハイエースの7型の新車の、しかも見てください、この幅ワイドでございます。あの俺運転できるんこれ。めちゃくちゃ怖い。いやこの MRS はね、骨吉くんからあの買わせていただいたんですけど、あの早速下取りにちょっと出させてもらって、こちらのハイエースを購入しました。友達の行為を踏みにじる最低なゴミ野郎だ。まあね、これちょっとね、説明をさせていただくと、骨吉くんのこの MRS は私は実は4年間乗っておりまして、4年間ずっと相棒として一緒に走ってきました。なんで骨吉くんから譲ってもらったのも4年前なんですよね。私あの関東にいろいろ行ったりとかするじゃないですか。ガチでネットカフェ生活してるんですよ。それちょっとさすがにということで、これ新車の7型ワイドハイエースなんですけど、ブルローンです。これめちゃくちゃ高かった。これからあの支払い時刻がねめちゃくちゃ続くと考えると、やべえ。ただちょっとこのハイエース早速中だったとか見ていってみましょうか。の前にちょっと車屋さんね、早速ちょっと契約をしていきたいと思います。いよいよこれが鍵の渡した瞬間ですね。すいません、じゃあありがとうございます。お願いします。さあ納車されました。はい、これあれ納車されてしまいました。やったぞ。早速乗り込みましたね。めちゃくちゃ新車。これがデジタルインナーミラーです。すごい、ハイエースこんな機能までついてるんですね。パナロミックビューモニターっていうのがここにボタンがあるんですけど、これですね。これはナビがないと使えないですよね。ここに 100V があるので。あ、すごい、 AC 電源まで。そうです、コンセント。すげえ。ただ携帯の充電ぐらいしか基本的に使えないと思ってます。はい、ああ、意外と弱いんですね、出力は。はい、まだ未だにこの灰皿みたいなのもついてるんですね。そうです。あ、すごい。はい、すげえ、本当の新車で、まだこのフィルムだったりとかも貼りっぱなしでございますね。というところでこちら、私、7型ダークプライム2ハイエースボイド、納車されました。やっちゃった。ついちょっと勢いに任せて、あ、押しちゃったのだ。これね、内装も見ていただいて分かる通り、もちろん見てください、新車です。この荷室だったりとかもご覧ください、新車でございますよ。このシートだったりとかもビニールがまだかぶっているさ。早速なんですけど、ちょっと運転して行ってみたいと思います。じゃあちょっと運転席乗り込ませていただきます。失礼します。すげえ、ちょっと行けるか。よいしょ。というところで、これが私の新車のハイエースでございます。ナビないけど。デジタルインナーミラーもついて、メーターだったりとかも最新でございますね。肌触りとか、この触り心地が新品だ。ワイドモデルなんで、幅がね、めちゃくちゃ広いんですよね。正直もうここ入っちゃったら僕もう出られないや。私の MRS ちゃん、4年間お世話になりまして、下取りに出させていただきました。運転していってみましょうか。ワイドのハイエース、早速運転をしていきましょう。こえー、いきます。ありがとうございました。うわー、こえー。というところで、私ハイエース7型ワイドの新車納車されました。やばすぎる。もう今気分はもうもはやバスを運転しているような感じですね。すげえ。ちょっと待って、それでは鹿の島にね、早速向かっていきたいと思います。やっぱりね、ハイエースでも第一に行くとこって言ったら鹿の島でしょ。いや、この新車のペリペリすらもまだ剥がしておりません、私。後ほど鹿の島でゆっくり剥がさせていただきたいと思いますよ。こちらはハイエースの7型ダークプライム2というモデルで、グラビスオートさん、
あちらの方でですね購入をさせていただきました。ナローボディのハイエースを最初買おうと思ったんですけど、どうしてもちょっと狭いよっていう風に言われてですね、だったらこのワイドのハイエースのもう新車買っちゃおうみたいなことで、いや私さっきのディーラーでもめちゃくちゃ運転が怖いみたいな話をしてたんですけど、確かにハイエースものすごい広くて車高もすごい高いんですよね。それでいってミラーもめちゃくちゃ見やすい、運転めちゃくちゃしやすいぞこれこれ俺のこのハイエース7型は音が全然しない。ディーゼル車とは思えないくらい静かに走ることができますね。あ、まさか私元ブロガー人生でハイエースを買うことになるとは思いませんでした。ウォーレッツゴー、うわーでけえ。私はねこのハイエースを納車してこれからまた関東だったりとかに行くんですけど、これにね NSR を1台積んで、これがまあ住居みたいな感じでハイエースにも住みつつ NSR も積んで一緒にねいろんなところにドライブだったりとかできたら最高じゃないですか、ということでハイエースを購入させていただきました。すごい目線が高い、運転しやすいぞ。新車のハイエースなんで、あの鳴らし運転をしないといけないですね。これは、2.8 リッターのディーゼルエンジンで1ナンバー登録になるので、スマートインターチェンジだったりとかは乗れないものになるんですよね。早速オドメーターが21キロになってまいりましたけど、あすごい、惑星をはみ出すとちゃんとセンサーでピッピーっていう風にもなりますね。このねダークプライム2っていうモデルはこういうね木目だったりとかすごい綺麗で、内装も全部真っ黒になるんですよね。やべえ買っちまったマジかよ。骨吉くんの MRS 本当に今までありがとう、4年間大切に乗らせていただきました。納車動画をね最近出したのも、最後に動画も撮りたかったのもありましたし、 IS をやっぱり納車するっていうのもあってね、動画も撮らせていただきましたよ車を人生で買ったのがあの MRS が一番最初で、その後このハイエースがこれ2番目なんですけど、新車買うとは思わなかったこれからローンの支払いが大変だディーゼルエンジンはこのトルクがすごいありますね、下からのパワーがすごいあってですね、あのハンドリングだったりとかもめちゃくちゃ軽やか。それでは運転をしていって鹿の島の方まで向かっていきたいと思います。というところでハイエース7型を運転して鹿の島までやってまいりましたよ。意外とほんと運転しやすくてびっくりしておりますね。しかもあの助手席には昔の動画に出たあのニダボのハッちゃんが来ておりますよ。うわ見てこの景色すげえ。ハイエース早速鹿の島行っておりますけど、今日はハイエースの納車を祝福してくれてますね鹿の島も。いやこれは嬉しい、こういう細い道をちょっと走ってるとめちゃくちゃ怖いですねこれ。怖いですね。ということで早速ハイエースのこの概要を見ていってペリペリだったりを剥いでいっちゃいましょう。次回猫カズバンパーをぶつけるごめんしてください。いや、こうご期待しないでください。いや、本当に確かにあの他人はね楽しみにしとろうけど俺は一番もうそれが気が利いてない。おー、やばい、おー、なんか煽られる。おー、おー、おー。さあ、ということでこちらダークプライム2、ワイド7型の新車買ってましたということで早速ペリペリを残していっちゃいましょう。こちらに来ていただいて見てください、なんかいろいろついてますね。じゃあこれ置いてっちゃいますよ。うわー、あ、ちょっと取れちゃった。うおらー、ちゃんと後で捨てますこれ人生でマジで初めてです。うわー、これどうやって外すの。おっしゃー新車開封のギガ雑いおヘッドレストを外して、そうこういうことですね。すごい綺麗に外れるこれさっきの運転席側何だったんだおー綺麗に外れますね。外れました、はっちゃんがやってくれましたというところで新車の開封の儀完了ですね。これからローン地獄頑張ります支払い毎月超高いですよ大丈夫かな運転もめちゃくちゃ心配みたいないやただですね、もうダークプライム2のこれがあればもうこれからはね関東にいようがどこにいようが家があるような状態になるんで、これはもう全国どこでもツーリング行けますねMRS 本当に今までありがとう骨吉くんもあの本当に売ってくれてありがとう。このハイエースにはですねこのとてつもないこの荷室これ見てください、ちょっと暗いですけどこんなに広い荷室があるんですよ。ここにまあラダーレール引いてバイクをこう乗せて、でここいらでねまさにこんな感じでこう
塗られるわけですよ。これもはや家だろ。これ住めますね。このハイエースをこれから拠点に活動できればと思います。あの7型のハイエースにはここにコンセントまでついてるんですよね。これでなんであのプレイステーション4さしてゲームもできちゃうわけですよね。それは無理か。いやーほんとこんな快適な車をゲットしてしまった。フルローンだけど。これから根っこずはですね、このハイエースに乗って日本全国ですね、いろいろ巡らせていただきたいと思いますので、皆さんが住んでる県にも絶対行きますよ。ツーリングみんなで行きましょう。今回はとんでもない買い物をしてしまったという動画でございました。これからこのハイエースに NSR を乗せてみんなのところに行きますからね。これからもこのハイエースの動画続々出していきますので、お楽しみにしててください。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方はこちらからチャンネル登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ん家に行くからな。